はい、どうも皆さんこんにちは、セナです。今回も風のタクトの実況をしていきたいと思います。前回はね、この子に手紙をもらって下にいる小森様のところまで届けに行ってくださいと言われたところまででした。というわけでね、下にいる小森様のところまで届けに行きましょうね。行きましょう。じゃあね、メドリちゃん、また会おうぜ。さてと、下にいるこっちだな。もう道は覚えてる。てかここね、もうほんとね、印象深かったからな。こっちだろう。あー、やっぱりいた。玉遊びしてる。誰君。ああ、そうか、渡さないと何も始まらないか。ああ、違う、お前セーブじゃないって。お前よし、これどうぞお読みくださいませ。手紙、父さんから励ますだけなら簡単だよな。自分が怖い思いをしてバルーの鱗を取りに行くわけじゃないもんな。手紙に君のこと書いてあったよ。他人のことに首を突っ込むなんて随分おせっかいなやつだな。悪いけどバルーのところに行く気はあーっとないよ。あんなに暴れているのにどうやって鱗をもらうのさ。君ならバルーをおとなしく、あーっと、ごめんなさい、もうたびたびほんとごめんなさい。もうこのコントローラーがもうほんとね、もう重くて硬いのほんと。そんなの嘘だね。言葉だけなら何とでも言えるさ。まずあんな危険な竜の山のバルーのところに行ける奴がいたら何でも言うこと聞いてやるよ。マジで？これだけ？なんだよ。あ、これ？これを抱くと不思議と落ち着くんだ。嫌なことも忘れられる。綺麗だろ？銀の真珠って言って昔ばあちゃんがくれたんだ。ばあちゃんはね、昔バルーのお月で島でただ一人のバルーの言葉がわかったんだ。ああ、バルーじゃない。ばあちゃんだったら今頃きっとバルーをおとなしくさせてくれるのにな。てかみんなバルーの言葉わからんの？だから父さんたちがいくら頑張っても無理なことは知ってる。誰もバルーをおとなしくさせることなんてできないのさ。何そんなにジロジロ見たってあげないよ。僕の宝物だよ、わかる？何もしない奴に簡単にあげられるわけじゃないじゃん。バカ野郎！ちょっと待って、いや、さっきのバカ野郎っていうのは俺のこの滑舌の悪さにもカツを入れたってだけです。すいません。とにかくこのあげられるわけないよっていうことはね、できたらあげてもね、これをしてくれたらあげてもいいよってね、通訳できる感じか。俺何言ってんだろう。ちょっとな、日本語がたまにおかしくなるんだよな俺。よっしゃ。というわけで、小森に、まあ、2回話を聞いたから、これでいろいろと、後でメドリが、なんか、屋上で待ってますみたいなことを言ってたよね。ほら、メドリがいない。だからこっちに行って、で、こっちだったっけな。え、ここじゃない。うわ、これ見て。荒れてるから。おっさん、何？この暑さじゃ、下、仕方ないけど、そこから下見てみな。竜の山の池が干上がってないか？どれ？あ、ほんと？え、ちょっと待って、待って。あそこ、一番下、メドリーいるって。行こう。見えたぜ、俺は。しっかり見えた。こっちじゃねえ。ぷっ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 ぷ。ここだ。せ、は、ふ、は、ここの下を降りれば緑がいるか。え、いた。どうも、待たせたね。ああ、こっちじゃない。ああ、来てくれたんですね。すいません、こんな危険なところにお呼びしてしまって。なんの。昔はここも湧き水が溜まった綺麗な池だったんですよ。ですがバルー様があのようになられてから、この池も落ちてきた岩で水脈が塞がれてご覧のように。それより小森様元気でした？もやっと。そんなはずないですよね。小森様がああなってしまったのも私にも責任があるかもしれません。小森様のおばあ様はバルー様の前のお月で、聞いた、私の尊敬する師匠だったんです。師匠はバルー様のお月としてではだけではなく、優しさと勇気を持った優れた方でした。ちょっと待って、今日はまた滑舌が悪いな。今日何曜日？金曜日だから、金曜はちょっとまずい日だな。
印つけとこう、カレンダーにね。今の私はそんな師匠の足元にも及びません。もう少ししっかりしてたら小森様も安心できたはず。ああ、かわいい。もうスナさんにお願いがあるんです。この先の竜の祠に行きたいのですが、あの崖の高さまでは、うん、もう頼むって、もう頼む、俺の口動いてくれ、顎よ、もうちょっとな。食い物食うだけじゃないんだ、お前の役目は。カキカキと、うまく風に乗れたら飛べると思うんです。だから手伝ってもらえませんか。いいよ、もちろん。 ありがとうございます。じゃあ私を担いで、あの崖の上に向かって投げてください。ちょ、これ意地悪しちゃおうかな。ただこの場所は気流が乱れていて風向きが変わるので注意してください。気流が乱れて、さあ私は大丈夫です。遠慮しないで思いっきりやっちゃってください。意地悪しよう。気流が乱れてうまく飛べないよ。あ、違うな、もっと OK、 任せろ。ちょっと待って、風を読んで、ここだ。ああ、しまった。かわいい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 。もう一丁お願い、もう一回だけ付き合って。いくぜいくぜいくぜ、まだだ、まだまだまだ、いけ、来た。くそ、カメラが変わらない。かわいかった、かわいかった。じゃあもういじめるのはここまでにして、ちゃんとね渡らせてあげましょう。まだだ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 、こっちじゃない、今だ。ああ、しまった、ダメだ、落ち着け、ここだ、行ったろ。え、なんで、マジかよ、マジかよ、ラッキー。崖の、あ、崖の上、こっちまで行くのか、違うのか。え、ここ立って、ああごめんなさい、ここに立って、立って向こうに投げろっていうの、遠いだろそれは。大丈夫、行け。うわ、飛んだし、すっげえ、ありがとうございます。私これからリュウの山のバルー様に。大丈夫、私まだお月としては見習いだけど、少しはバルー様の言葉がわかるから。自信はないですけど、もし私に何かあっても小森様のことはよろしくお願いしますね。こんなものしかあげられませんが、受け取ってください。出た空き瓶、 YZX にセットして使う。水を汲んだりいろんなものを入れることができる、万能。私が竜の山に行ったことみんなには内緒にしてくださいね。二人だけの秘密ですよ。じゃあ頑張って行ってきます。確かね、ここ空き瓶セットしまして、しましてからのここすくう水ポン、乾いたものにかけてみよう。よっしゃ、でここちゃんと登ってね、登ってどっこいしょー。で枯れた爆弾に、爆弾の花に爆裂の実か、爆裂の実にかけるんですよこれ。大丈夫か、 OK、 よし。で、あの岩にうまいこと投げる。オッケー、一発、イエーイ、バッチこい。いいね、いいね。で、これで水がね、たらふく溜まって、多いな、たらふく溜まって僕たちも向こうに行けるようになるというわけです。じゃあ行こうかな、ダイブ。本当に濁ってるね、この水。いかんな。岩を塞いでるやつを壊してもまだちょっと汚いぞ。あ、これ、ちょっと待って。石。これ、ルピーね。ムジュラとは違って、やっぱりセーブしても引き継がれるので、まあ、ルピーをね、なるべく取っておきましょう。これもう割れ。割っちゃえ、割っちゃえ。で、これは確か、この、うまく、シュートするの。あー、しまった。くそったれ。昔はスリーポイントも入れれたのにな。ダメだ、左手は添えるだけ。いやー、もうバカたれ、ほんとにもう。ここだ、いっ、もう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 バカ野郎、バカ野郎、挙句の果てには自分までダメージを食らってしまった。
嘘だろ。や、やったね。やっとですよ、本当に。頼むってマジで。よっしゃ。行け。行けよ。行けよ。待て待て、落ち着け。行きます。なんでだよ。このね、爆弾を投げるこの飛距離があんまよくわからないんだけど。行ったろ。よっしゃ。ブル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 、危ないな。で、この先に進みましょう。竜の山の祠。反応が遅かった。ぼーっとしてた。で、この先のね、竜の祠、この、なんでしょう。ああ、ハードがあった。ありがとう。よっしゃ。ルピーもゲットして、で、この先の、なんでしょうね、岩をどけて、先に進むと、竜の山ね、一つのダンジョンになってます。ね、何回かは層に分かれて、そこが神殿、まあ一応神殿みたいな扱いになってるので、次回からはそこを攻略していきたいと思います。でね、じゃあ今回はここぐらいにしておきましょう。で、ちょっとスカイウォードソードがね、そろそろちょっと実況再開しようかなとも思ってるんですけども、まだ調子に乗ってまだポケモンとかもしてますので、いろいろタイミングがわからないのですが、まあ、なんでしょうね、いろいろとまあ、考えてるので、またよろしくお願いします。でね、なんだろうね、一番ちょっと悩み抱えてんのがな、あれなんだよな。このゼルダがいつ終わるのかもわからないんだけど、なんだろうな、この風のタクトが終わったら俺はなんだろうね、いよいよこの世界の海に放り出されるというか、井の中の蛙大会を知らずというか、もうなんかサツキ病みたいにもうやる気がなくなっちゃうんじゃないかなみたいな感じで思ってて、若干不安に思ってるんですけどもね、いろいろとね、動画毎回コメントしてくれる人はちゃんと見てますし、返信もしたいなとかって思ってるんですけど、まあね、こううと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 、あにゃ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 あってもうこう寝ちゃうんですよね。パソコン見ながらこうパターンってもう。はい、というわけでまあちょっと雑談も入りましたが、今回はここぐらいにしておきたいと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。